サワディーカー、マキです。そしてカリンです。カリンちゃんです。今日からジャパイメンバーに仲間入りしてくれました。ようこそ。よろしくお願いします。カリンちゃんはタイに来て何年目ですか？もう1年になりました。ちょうど1年。タイはどんな？暑いです。いや今日だって今さっき調べたら37度で、でも体感温度46度暑いよね。でもあのカリンちゃんはあのタイに来る前もマレーシアに行って、暑い国から暑い国へ、はいね、やってきて今、はい、タイでは何をしてるんですか？日本語教師をしています。おじゃ正しい日本語を使う者同士だね今日は。元アナウンサーの日本語教師頑張って正しい日本語でお話をしたいと思います。よろしくお願いします。さあ今日はですね、このきらびやかなお寺にやってきましたが、ここはどこですか？ここはワッケワラクンチョンというお寺です。ここのお寺はアユタヤの時代からできてたお寺なんですか？400年以上前からあるお寺。そうなんです。意味はイントラの層。あちら見たらわかります。あ、層がいた。インド系の緑色の神様です。へえ、あ、じゃあ象に乗っている神様がいて、その神様を祀っているお寺。そうなんです。なるほど。なるほど。今日はここで何をするんですか？今日はここじゃなくてですね、ここが目的地じゃない？今日もご案内しますのはローカル飯です。イエイ。しかもタイ人のプリ、デイブが、え、何この料理知らないっていうものを食べていただきます。待って待って、タイに住むタイ人が知らないタイ料理、どういうこと？知らなかったんでしょ？知らなかった。私は偽物タイ人です。そうね、私も知らないんですけど店が、メニューが今日はそれを調査してもらいますけど、ちょっとその前に自転車乗れる？うん、乗れる、はい、乗れます。ちょっと遠いから、うん、自転車で移動してもらいます。この暑さの中うまいっしょ。うわー、わー、スパルタ。おお、この黄緑色の綺麗。うん、綺麗ですね。うん、1台しかないよね。え、どうやって乗るの？ごめんね、スパルタで。マキちゃんに乗ってもらって、うん、カリンちゃんは新人なので、うん、タクシーで移動する。すみません。やり方は、はい、アプリダウンロードすれば誰でも乗れる。なんかさ、ほら、すごい不思議なあのカゴ。自転車は乗れるんだね。私はなんか運動神経悪そうに見えるでしょ。うん、そんなことない。あ、ないんだ。意外といいっていう。いいんだ。自己評価高い。バイバーイ。ローカル感満喫。本当、なんかもう地元の子ですね。頑張れ頑張れ。ここ左。ここ左。左。いやなんかすごいローカル感満載でいいですね。満載だね、満載だね。もうちょっと行って、もうちょっと。あそこだよ。あそこ、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 あの傘のあるところに止めて。到着。ここですか？そう、ここなんだけどさ、うん、タクシー移動してるカリンちゃんはまだ来ない。え自転車の方が早いってこと？5分ぐらいで着いたよね。うん、いや、思ったより近かった。近いよね。うん、歩くにはちょっと遠いけど、うん、あのこのぐらいの距離なら自転車の方が早くて便利かも、ね、ただね、めちゃくちゃ暑い。今の体感温度ね、48度でございます。さあ、到着しました。渋滞してました。バンコク渋滞ある
から ね、 ですね。次回はぜひね、自転車で。どうでしたか？めちゃくちゃ暑かったけど、ただやっぱローカル感を感じられて、こう普段とは違う景色が見えるから、自転車は自転車で良かったかも。隙間ついたよね。はい、もう運動したからね。運動不思議だけど、隙間ついた。今日食べるのは、2つもあるんだ。1品目はガパオペを食べてもらいます。ガパオペ？え？わかる。アヒル。正解です。アヒル。を使ったアヒルのお肉のガパオ？そうです。タイでは普通なの？珍しい。ラーメン屋เปิดกิจการมากี่ปีแล้ว？ประมาณ20ปีแล้วค่ะ。ก็ทำไมร้านนี้ไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่เหมือนร้านอื่นครับ？ก็ตอนแรกที่จะมาขายของใช่ไหมคะแล้วก็ทำการตลาดก่อนว่าในซอยเนี้ยมีขายอะไรบ้างก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วที่ยังไม่มีก็คือเป็นเป็ดกับขาหมูค่ะก็เลยขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวขาหมูじゃあ他のお店と差別化をするために普通はなかなかない珍しいアヒルを使ったガパオライスを作った。へえ、こだわりがあるね。珍しいよね。食べたことある？ないです。ね、アヒルは？ないです。おおかわいい。え、ガパオライス？なんか思ってたのと違う。いただきます。かりんちゃんから。はい。アヒルのお肉のガパオライス。はい。うん、どう？ジューシーで、あ、すごく癖はあるかなと思ったけど、全然そんなことなくって、食べやすいです。本当に。ちょっと食べてみよう。すごいいい香りがするよ。いただきます。ちょっとピリ辛ぐらい。美味しい。あ、お肉が、アヒルのお肉すごく柔らかくて癖がなくて、このね、あのタレがすごく美味しい。結構しっかりあのニンニクの香りが効いてる。普通の辛さだったらとっても辛いですよ。あ、だから今回はあの控えめの。辛さ控えめで。はい。あ、でもね、結構今ね、後から。結構ピリピリきてるかもしれない。むしろ私普通のガパオより好きかもしれない。ここさ、このガパオ有名なんだけど、もう一つどうしてもプリデイブが食べてほしいのがありますので。はい、もう一品はご一丁をラーガパオカーモーです。一丁はあのメニューの、はい、ラーはかけるで、カーモーは豚足。ってことは、豚足のガパオが麺の上に乗ってる？そうです。はい、珍しいでしょ。あ、珍しい。ここはだから他の店との違いを出すために、アヒルの肉と豚足を使った料理を作るらしいです。へえ。おめえ、なんで見つけたか知ってる？カメラマンが通りすがりで見つけて気になって、デイブとプリを連れてきたら、二人が、え、何この料理知らないですってびっくりして、食べたら美味しかったから二人を連れてきた。まさに足で稼ぐだね。わかりましたよ、いいね。うわー。なんかね、思ってたのと全然違うの。タイの中華麺バミーがあって、その上に豚足を使ったガパオが乗ってるっていうこと？はい。あ、本当だ。ちょっと平たいバミーだ。バミーもいろんな種類があるよね、タイね。あ、これもいい香りがする。食欲そそる香り。これめちゃくちゃ美味しい。あ、すごい美味しい。なんかね、豚足すごい柔らかくなってるし、で味付けしっかりしてるから、バミーに本当に合う。あ、私あのライスよりこの方が好きかも。これガパオと麺を食べるって初めてだけど、ご飯以外でも合うんだね。旨味が入ってて美味しい。食べてみて美味しい。はい、いただきます。味がしっかりしてる。で、結構濃いめだよね、味がね。濃いめですね、麺と合いますね。食べてないよね、今。確かに。確かに。麺も含めていただきます。うん。
がより美味しい。合うよね、本当に。本当お肉がプルプルで、なんかもうコラーゲンがいっぱい入ってる感じがする。先生、食レポ頑張ってます。このさ、麺が平たいじゃん、これもすごい変わってない？確かに。บะหมี่กับลาดกะเพราเนี่ยครับนอกจากเส้นบะหมี่แบรนด์เนี่ยมีเส้นอื่นไหมครับมีค่ะมีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่แล้วก็เส้นใหญ่ค่ะที่ร้านแนะนำก็จะเป็นบะหมี่ค่ะยกคือชิรุกะคารามารุการะบะหมี่ทามาโกเมนです確かにこのドライ系だとこの平たい麺の方がねこう絡んで美味しいねこのタレと、ドライ系スープじゃない系スープなしはヘンヘンありがとう先生。はい、汁出しは。へん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 。手でやった方が。へん。へん。なん。日本語の教え方やらないの？やりますやります。うん。行きません。行かないです。およく行かないと言ってしまうので。そうなんだ。あげるよね。あげるので。なるほどね。行かない行かない行かない楽しい、すごい、やっぱ優秀だね、優秀です、素晴らしい、合格です。発音タイ人にやってもらうよ。じゃあトヨタの発音やってください。トヨタ、正しくは、正しくはトヨタ、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 トヨタもホンダもタイ語になるんだね。はい、正しくはトヨタ、そしてホンダ。あ、手をつけてみて。トヨタ、ホンダ。素晴らしい、素晴らしいです。ホンダ丸です。いや、美味しかったね。美味しかったです。今日の初ロケどうでしたか？いや、ちょっと緊張しましたが。初ペは。初ペ。めっちゃ美味しかったです。はい、豚足もめっちゃ美味しかった、ね、あのバミーもね、はい、美味しかったです。本当にぜひ皆さんもなかなかちょっと普段とは違った一味違うタイを楽しんでみてはいかがでしょうか。あ、マキちゃん今から飲んで帰るから。嘘でしょ。マキちゃんはタクシー。すみません、先輩交換しようよ。失礼いたします。お待たせしました。エニーウィールアプリの使い方をご紹介します。まずこのアプリをダウンロード。なんていうアプリですか？エニーウィール。エニーウィール。あ、なんでも車輪みたいな感じか。じゃあこのエニーウィールをダウンロードしてアプリ内でアカウントを登録します。なるほど。あ、自分の、携帯の番号を入れて登録、GPS と Bluetooth をオンにする。そして、認証番号が電話番号に送られてくるのでこれを入れて、でコードを入れて、あ、できた。簡単でしょ。簡単、簡単。そして使う前に必ず、あのトップアップ。あ、なるほど。事前にお金を入れてプリペイドをしておくっていうことか。はい、はいはい、オッケー。じゃあお金を入れます。トップアップするお金は、クレジットカードを登録してもいいし、銀行から振り込むこともできる。あ、じゃあ銀行のプロンプペイを押して登録。あ、すごい簡単。簡単でしょ。うん、QR コードが出てくるのでここに振り込むだけ。そうでね、なんかね、特典コードみたいな、割引コードみたいなのがあるから、それを入力するともう40%チャージされたりとか。結構お得なんですね。お得。そうです。お得だね。でアプリで見たら、あのマップに緑マークがあるでしょ。うんうんうん。はい、それはあの自分に最も近い電車。なるほど。じゃあアプリを使ってどこに今自転車、空いてる自転車があるかを探して、そこに行けばこのアプリでピピッとレンタルできるっていう。このアプリを起動すると、現在一番近くにある自転車がどこにあるのかが一目瞭然です。例えば分岐に公園付近でアプリを起動した場合、画面上には自転車マークが8つ表示されます。これは周辺に8台の自転車があることを意味しています。
自転車を利用する際は、まず自転車の QR コードをアプリで読み込みます。すると自転車がロック解除されます。一時的に自転車を止めたい場合は手動でロックをかけることもできますが、止める時間は最大6時間までです。その後は追加料金が発生するので注意が必要です。自転車を返却する際はエニーウィールバイクステーションならどこでもいいそうです。自転車を手動でロックした後、バイクステーションのパネルにある QR コードを読み込むとレンタル料金が自動的に引かれます。今回はプロモーションコードを使用したため無料で利用できました。皆さんもぜひ試してみてくださいね。